追加点が欲しいジャイアンツ、次の1点が欲しいとき必ずチームの力になってきたのがこの河合のバントです。最初のチャンスボールで決める、それが河合の極意。まずはボールです。ボールゾーンをバントにする必要はありません。はい、失礼、ブルペンのピッチャーも全員ベンチに入ってみてます。出てきましたか。なんといっても日本記録ではありません、世界記録です。エディ・コリンズが作った511に並びました。8月10日、大歓声、河合の大合唱、東京ドーム。最初のチャンスボール決めるか。サード出てくる、転がした、高いバウンド、どうだ、セカンド間に合わない、やった、512、犠打、世界新記録、河合雅弘達成。これまで常に己を殺し脇役に徹してきた河合、今日は紛れもなくこの河合が主役です。さあ今、長男の裕太君、長女の成美ちゃん、裕太君が花束、そして成美ちゃんが今バントを決めたバントを持ってパパのところに駆け寄ります。まだ河合が受け取ることはない、今受け取る、本当におめでとうございます。河合が唇をかみしめる、家族の顔を見てちょっと河合の表情が、そして目が潤んだ気がします。85年6月13日のヤクルト戦、積み上げた512の犠打、世界新記録、河合雅弘です。堀内さん、改めて、いや立派ですね。ドミンゴのこの今の場面のバントってのは河合の記録の中で一番難しいバントじゃなかったですかね。難しい、はい、どういうこと。いやいや、どこに来るか分かんないピッチャーですから、それもあるし、やっぱりもうバントって分かってシュートを引いてますしね、ええ、それをあれだけのバントができるってのはもう技術以上のもんでしょうね。江川さん、やはりファースト最初のチャンスボールで決めましたね。そうですね、本当に手本となるバントですからね。高校野球もやってますけども、本当にそういう高校球児たちもみんなが真似できるというか、そういう技術持ってますよね。そうですね、はい、チームのために、そして511世界記録に並んだ時にはインタビューで、我慢は慣れています、それが僕のプロ人生ですから、そう話しました。河合が送ったランナーセカンド、バッターボックスは今日10試合ぶりのスタメン高橋由伸。そういえば8月10日世界記録に並んだ時には進めたランナーを二岡がタイムリーヒットで返しました。そのために次のバッターにランナーを返してもらうために河合はバントを続けてきました。ワンエンドワン、外を外れてワンツー。次の1点を取りに行くという時のバントというのはやはり相手に無言のプレッシャーになりますね、堀さん。いや、そうですね、でもね、これだけの世界記録でしょ、はい、やっぱり試合を止めなきゃダメですね。あ、なるほど、あんまりにも負けないですよこれじゃね。うん、ちょっとインターバルが短い、あ、もう一回その記録をみんなで余韻に浸るような時間が欲しい。そうなんです、止めてもいいと思いますよ。しかしゲームは続いています。3点目が欲しいジャイアンツ、河合に託してそのランナー高橋をしてもファウル。そして河合がもうすぐ気持ちを切り替えて、江川さん、キャッチボールに移りますね。そうですね、まだまだここで止まらないでですね、ええ、もう誰も破れないような相当な記録を作ってほしいですね、はいはい、おそらくこの記録はあと続くもの、破るものは出ないでしょう。ツーアウトランナーセカンド、河合の自己犠牲というのは次のバッターがランナーを返して完結します。ツーツー、インコースギリギリいっぱい、ここは高橋そのランナーを返すことはできず。しかし河合雅弘プロ21年目、38歳、見事に512犠打達成しました。ただ何か河合自身がそこに浸るというよりもすぐに次のゲームの中に入っていこうという気持ちがその表情に見えます。かつてこの河合が送ったランナーを現在監督の原さん、そして3番を打った松井、そういった強打者が返してまいりました。おそらく河合がまた守備位置に着く際にはこの東京ドーム大歓声に包まれるでしょう。世界の頂点に立ちました背番号6、河合雅弘、脇役に徹し己を犠牲にしてきたこの男が